ロシア料理におけるつぼ焼きつぼ焼きとは、つぼ状の深めの陶器に食材を入れ密封し、火にかけ蒸し焼きにする調理法である。トルコ料理の羊肉と野菜を用いたテスティケバブは、生の食材をつぼに入れて調理するため、調理時間が6時間以上かかる場合もある。調理したつぼごと食卓に供されるため金槌でつぼを割って食べる。チュニジア料理にも、 同様の素材を用いたつぼ焼き料理があるグレットがあるが、こちらは蓋を外して中の料理を皿に盛り付けて供される。ブルガリア料理にもトルコから伝わったとされるギョベジというつぼ焼き料理がある。その他、アルジェリア料理等にも鶏肉を用いたつぼ焼き料理などがあり、料理法として広い地域に伝播している。また、ロシア料理のガルショークは、 深めの陶器にあらかじめ火を通したシチューを入れ、パイ生地で蓋をして、オーブンで蒸し焼きにするもので、ポットパイに似ているが、これもつぼ焼き料理の一種とされている。これの、キノコが入っているものは、日本では、グリビー、または、グリブイ、グルブイもしくは、グリバーミーと呼ばれる。日本では、サザイのつぼ焼きに代表されるように、巻貝を殻ごと焼いた料理も、つぼ焼きと称されている。 生きたものを直接焼く場合と、一旦取り出した肉を再び殻に入れて焼く場合とがある。前者の例としては、サザエ、ツブ貝、ニシ貝、ホラ貝、シロバイ貝などがあり、全国的に見られるサザエのツボ焼きや、北海道の焼き粒などがよく知られる。後者の例では、サザエの肉を取り出して刻み、カツオ節その他を加えて、殻に戻し焼いたものや、サザエの貝殻を器として、 季節の貝類を詰めて焼いた料理もまたつぼ焼きと称される。これらの貝類の貝殻は日本全国の貝塚から出土しており、焼くだけといった簡単な調理法ながら縄文時代中期以降から行われていたと考えられている。江戸の遺跡からも多くの貝殻が出土するが、アワビなどには焼き跡が見られないのに対し、サザエの殻には焼き跡のあるものが多いことから、 当時からつぼ焼きとして利用されていたことがわかる。ガルショークに関するカテゴリー、ありがとうございます。